皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ放談、萌えオペラ第324回。今日は、2023年の、10月23日です。はい、すみません、ちょっと相当眠そうな顔してると思うんですけど、ちょっと、疲れが溜まっておりまして、すみません。こんな中でこの動画を撮ったのもどうかと思いますが、まあ本当あの別にこの、皆さんに見せて楽しい思いさせるような顔でない僕がこうやって毎回顔だけを映しながら出してる動画ですので、すみません、勘弁してください。もう声だけ聞きながらでも何でもいいですので、はい。僕は今、北海道札幌市におります。はい、もう実はもう今日帰るんですけどもね、おとといから、金曜日から、札幌に来ておりまして、LC アルモニカ公演の、ウンベルト・ジョーダーの、アンドレア・シェニエの稽古をしておりました。はい、ちょっといろんなものがですね、この11月の本番のラッシュに向けて、ドドドドドとこう平行に進んでおりまして、そこをなんかこの綱渡り状態で今やってるもんですから、なかなかあの大変で、僕もそこまでにやっていたもののモードからですね、あのカルメンとか、その前愛の魅力でしたし、あとは禅とかもね、あとやっております、あとパリアッチとかジャニスケーキもやっておりますんで、そこのモードからこのジョルダーノに切り替えるのがちょっと正直すごい時間がかかりまして、金曜日に来た時の金曜日の夜の稽古は、しとしと雨の降る札幌、寒いところにね降り立ちまして、まあ5度6度とかそんな感じなんですよね、降り立って、かなりの暑がりの僕でも寒いなと思って上着を着てたぐらいですので、そこで稽古をしながらね、いろんなことを自分の中でこう再調整 してて、でまあ土曜日の稽古にさすがにね、自分の中でもこれあれが戻りましたんで、その日は荒通しをして、で昨日はその直し稽古をしましたね。はい、でね、まあこのもうちょっと出発しないといけない短めの動画なんですけども、ね、何を言いたいかというとね、やっぱこのねベリズムオペラって最高だなってやっぱり思いましたね。あ、僕はモーツァルトも好きですし、近々ちょっとヘンデルもやったりするんで、そういうものもね好きなんです。かなり好きですね。好きだしドイツものも好きだし、フランスものね、そのカルメンであるとかベルテルであるとか、そんなものも大好きですし、イタリアもののベルカントのものなんかは僕はもう元々はマリア・カラスから入ってるんで、もうドニゼッティとかベルリーニとか大好きなんですよね。本当にあんまりやる機会が僕自身あんまりいただけないんですけども、でまあとにかくベルディ・プッチニっていうのは僕も本当に両巨頭僕大好きでね、まあ、特に僕はベルディ大好きですね。でもプッチニもポピュラーな作品よりも僕はそのセーブの娘とかね、そういうのが大好きなんですけども、ただね、やっぱ僕は何と言ってもこのマスカーニのカバレリア・スカーナとか、レオン・カバルロのパリアッチとか、で今回これやってますアンドレア・シェニエとかね、まあ、このあたり本当に好きですね。それで中でもね、やっぱこのアンドレア・シェニエってやっぱ僕そう、もう本当に大傑作だと思うんですよ。まあ詩人アンドレア・シェニエが主人公なんでね、詩人なんで何もしないんですけど、ただこう詩を言ってるだけなんですけどね、周りの人がそれに感化されていってね、そこにその、ジョルダーノの燃え立つような音楽がついてるってね、今もちょっと朝シャンをしながらね、ラモーテ、ラノストラモルテ、トリオンフォデンラモールっていうね、最後のところのもう、はちゃめちゃな音楽があって、ここなんか本当にね、気が狂ってるとしかちょっと思えないんですけど、ただこの、自ら断頭台に行こうとする男と女を描いた作品なんでね、気が狂ってるんですよね。だからその、もう、社会に抑圧されて、だったら俺たちはもうその逆を取って、これを喜んで迎えようじゃないかっていうね、その潔さってこれすごいなと。その音楽はもう本当猛烈な爆発的な音楽で、昨日ね、上本のりささんと、南田かおりさんが2人が僕の目の前でこれを歌ってたのがもう大興奮しましたね。自分でこう演出してるんですけど、もう大興奮してて。あそこに絡んでくるね、ジェラールの大野浩二さんがね、もう三幕のおしまいの裁判のところでね、
この国は詩人を殺すのかっていうところとかもう本当にボロボロ涙が出ました。本当にいやすごいで、何よりもね、今回本当に合唱団の人が本当に熱くて、前回のこの今こう来てるヒタルのねフィガロの結婚のここにいた方が随分入ってきてくださって、すごく大所帯の合唱団、しかも若い人がすごく多くて、でその人たちがね、そのおとといの稽古の時にもうほとんど総揃いして稽古場でね、わーってそこでやってた時に、まあ僕も本当に、ね、胸が熱くなりましたね。うん、今だけどこに行っても合唱団の人数足りませんとか男性いませんとか言ってる中でね、こんなに若い人がいてね、これをジョルダーノのこの傑作をねみんなで取り組んでくれて、なんて嬉しいんだろうと思いました。札幌のオペラもいろいろ大変なんですけども、でも本当にね素晴らしいと思いますよね。その情熱、一人一人の情熱ですよ。まずはねそこに稽古場に足を運んでくれるっていう、うん、でもその人たちをこう呼ぶことができるという、やっぱりそのまあ不詳ね、僕自身もやっぱりそういうことが一番大事だと思ってるんで、僕も熱く声かけしてますが、主催のね、まあ、何しろ代表の南部香織さん、もう誕生日も近いので、お誕生日おめでとうございますね、うん、本当に素晴らしいと思いますよ。本当にこうやってオペラをね作っていくって本当に並大抵のことじゃないので、うん、僕もそういう方がいてくださるからこそね、こうやって札幌にも、毎年のように足を運んでいられるわけであってね、でそういう情熱がもうこのジョルダーノのアンドレ・シネはもごろにそこに出てきてるなと、副式、合唱式の塚田さんで、山田香織さん、演出の山田香織さん、もう本当にね、ほかほか音楽スタッフ、そして演出スタッフね、舞台監督の篠沢要さん、もういろんな方の力でね、これ成立している。でそういう方にこう迎え入れられた時のこのウンベルト君はね、ジョルダーノ君本当にそこで大暴れしてくれるんでね、本当に素晴らしいです。最終的にはマエストロね、杉原直樹さんの、力によってね、もうオケがもううわん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 来るでしょうね。大熱気でね、ぜひいらしてください。札幌の方はもちろんですけど、東京からもぜひね、いいシーズンです。雪がね間違いなく積もってます。札幌の街にはね、もう今から飛行機の予約をしといていただければ大変に嬉しいなと思います。はい、まあ詳しい内容についてはまた今度お伝えしますので、今日はとにかく今緊急動画です。僕がベリズモオペラ大好きだ宣言ね、もうこれ本当に皆さんにお伝えしたくて、今日の動画を出しました。はい、これから東京に帰ります。はい、で明日からはまたオペラ全の稽古が始まります。はい、その後は静岡のコンクールが待っています。はい、それでは皆さん今日も良い一日を。